皆さんこんにちは。神棚マイスターの久保寺信弘です。神棚マイスターって皆さんご存知ですか？私がですね、約10年前に名乗り始めた神棚専門の、神棚を普及させる日本で私ただ一人ですね。最初いろんな神社で講演をさせていただくときにですね、神棚マイスターなんてあるの？って言われてたんですけれども、今となりますと神棚マイスターって結構ね、知る人ぞ知る称号なんですね。で、今ここに2冊の本を持ってるんですけれども、私はですね、この神棚に関する本を今までこの10年の中で4冊出してるんですよ。後にも先にも神棚の本をですね、日本で4冊も出してるのは私だけなんですね。この久保寺信弘っていうのは一体何者なのかっていうことをですね、簡単にご説明させていただきます。私はですね、東京で材木屋の三男として生まれました。久保寺株式会社、東京プロマーケットというところに上場しております久保寺株式会社という会社の代表取締役をやっております。この会社はどんなことをやってるかっていうと、皆さんよくご存知の木材、木ですね、木の輸入卸、それから国内の輸入卸、そしてその木材をふんだんに使った住宅作りをしております。じゃあなんでその材木屋がですね、神棚マイスターを名乗ってるのかっていうことなんですが、神棚マイスターって私どもはですね、今からもう50年も前から神棚を販売してるんですよね。皆さん神社やお寺に行きますと、そこには、鎮守の森だとか、あると思うんですけれども、神社や、まあ、お寺はですね、何でできているか、もちろん街中だとコンクリートでできている神社もお寺もあるかと思うんですが、ほとんど木でできているんですね。で、神棚っていうのもほとんどっていうか、まあ全てここの後ろにありますように木でできているんですよ。私どもはこの神社やお寺にですね、木材を下ろすっていう仕事を長年しておりました。その中で、皆さんのご家庭や皆さんの会社に神棚をですね、納めるっていう仕事もしてきました。ですから神棚と木材、神棚と神社っていうのはすごい親和性のあることなんですね。ですから我々は最初はですね、神棚を売るときは、神棚をマイスターを名乗ったときはですね、神棚をたくさん売りたいっていうことが僕らの本当の目的だったんですよ。だけど神棚を売りたいっていう思ったってことはどういうことかっていうと、神棚が実は売れなくなってきたんですね。その売れなくなったのをどうやって神棚を売りたいかっていうことから始まって今にこの10年至るわけですが、実はこの10年をやっていくうちにですね、神棚っていうものが日本人あるいは日本の社会にとてつもなく大切なものだってことが気がついたんですよ。ただ単に私どもの会社が神棚の売り上げが倍になるとか、神棚の売り上げをもっと増やすとか、そういうレベルではなくて、神棚がなかったら日本の社会、もっと強く言えばですね、日本人が日本人でなくなってしまう、日本の伝統文化、日本が変わってしまう、こういう危機も私は今感じてるんです。私がこの神棚マイスターを名乗って神棚の普及活動を始めた時はですね、東日本大震災の直後です。東日本大震災の中で、日本人がまだあの頃はですね、助け合ったり、譲り合ったり、昔の日本人の良さがたくさん残ってた。でもですね、今コロナの時代になったらどうでしょう。日本がどんどん変わってきてるんですよ。いがみ合ったり、助け合わなくなったり、憎み合ったり、日本人が本来持ってたものがなくなった。その日本人の良さをですね、作ることが実は
私たちの生活の中にある神棚だとか仏壇だとか、そういう生活習慣だったと思うんですね。これを私は残したい、発展させたい、それが神棚マイスター久保寺信弘と神棚ガールズのですねコラボ対談を始めることになると思うんです。どうぞよろしくお願いします。